それではまず、桜田より、2023年年度見解について、本日をご説明申し上げます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日、冒頭に配布しました通りとして、国内外の情勢、そしてこれまでの同友会の議論を踏まえます。タイトルとしては、例えばだったんですけど、変化を選択し、挑戦できるレジデントの社会、ちょっと長いんですけど、レジデントを申し込むといいんですけど、変化を主体的に選択し、挑戦できる社会を創造するというタイトルですけど、ポイントについて、簡単に説明しますとですね、今回の見解の中で一番最大者となるのと言われましたら、それは、日本が失った30年、これを早く獲得して、政府ではなくて、私たち経営者のまさにミッションとしてやれることが多いんだと。2023年と2013年、再び経営者の時代が来た、自覚と矜持を持ってですね、一番成長に必要なイノベーションに盛んにされる必要があっていこうではないかと。まあ言ってそういう宣言を発生するポイントです。それをビジョンと言われていれば、生活者競争社会として、それをぜひ実現する社会の仕事だと思います。失った30年については、すでに何回も説明しますけども、なんで変わらなかったかということについて、真剣に何度も何度も自問自答するということを、私も一歩の前にしてこなかったんです。同友会は、あえてそれを繰り返し、極端に言うと、この今年の1月からずっとやってまいりました。で、出た結論は、なるほどということなんですが、意外と単純でありまして、変わりなかったんじゃなくて、やはり変わりたくなかった。変化を受け入れることによる、痛み、圧力というのをやっぱり返してしまった。そして、先ほど言ってしまった。なぜか。それは十分豊かな国であるということを感じていただく、こういうことです。これを変えるというのは、何十年も染みついた行動、意識、マインドセットがありますので、簡単ではないんですけども、早くやるわけで、この行動変容を促すということをですね、何よりも大事にやらないといけないと思いますし、それは、政府の、あるいは総理のミッションでもあります。私たち経営者の生活者を心がけとして最も重要なことになります。で、経営者の時代というふうに言ってますけども、その具体的なミッションというのは、やはり何と言ってもイノベーションですけども、イノベーションというのは言うやすい、言うやすいんですが、具体的に言うと、僕は3点のポイントです。一つは、企業が出てますけども、新陳代謝。やっぱりそのマーケットをよく見ながら、やっぱり勝負、勝ち負けというのがですね、どうしてもある。これは必ずしも悪いことありませんので、大事なイノベーションとか、あるいは他種の企業が、そうでないことは、大切にするというのは、やっぱり当然の部屋になる。日本は、先進各国に比べて、最もそれが少ない。それを安定と呼ぶのか、あるいは、ね、身体とかは、ですが、私は過去3年間においては安定とは言えないと思います。そしてもう一つ、その新陳代謝の前提となるとですね、やはり何と言ってほしいのは、労働力の生かした企業です。労働移動ということは、固くほしいんですけど、自分たちの、価値に合った、思いに合った、あるいはパーパスをですね、実践しやすい企業が職場に移っていくということを、やっぱり積極的に個人もやっていませんし、企業自身もそれを目指しているんです。そのために政府にお願いしたいのは、求めたいのはですね、働き方に充実させないし、メンバーシップ型の、入社したらずっと正社員として電話にいますということではなく、さっき申したように、労働の移動するのに、当たって労働してもどうしてもですね、不利がないような、働き方に中立な社会保障を取り組むと、その社会保障が続くということをですね、安心して、見ていかれるということ、信用できる財政の政策というのを行っていると思います。
そしてもう一つは、やはりスタートアップを含めて、どんどん新しい人が出てきやすい、特に海外からもですね、そういったスタートアップが日本に入ってきて、多くのユニコーンに成長するためのレベルトリフィールというのを求めた。それがないと、日本に来ても海外に行ってしまう。海外から日本に行ってもらえるということになります。それから、これからの社会を作っていくのは、やっぱり一気にですね、30年間も耐えられてもいけません。ただ、日本というこの国の大きさを考えれば、やはり徐々にであってもですね、コスト年型のインフレからディマップル型の賃金上昇を伴うマイルドな成長期もあって、ご専門していただきたい。これもやはりマイルドですけども、新陳代謝と、それから、自分の会企業です、ね、あるいは自分の省庁に人材を、いろいろ閉じ込めないと、外部に出てくる、あるいは外部から出てくる。回転ドアのような形の市場を企業が自身が設定するということになります。それから、これも、もうこれまで言ったことなんですけども、社会保障のレジデンスという、言えば変化を受け入れる、変化を取り込む、社員にするというためには、失敗しても、悲惨なことにならない。ということが大事でありまして、そういう意味ではやっぱり社会の、その社会保障の充実、社会保障の充実というか、安定性というのは、やっぱり必要なので、先ほど申し上げたとおりですが、もっと具体的にこれを示していってほしいと思います。戦場について政府に申し上げることがありますけど、主としてこれは、牽引するのは民間企業ということは、何度も申し上げますけれども、一方で、成長戦略というのは、政府が毎年作っています。これまでおそらくですね、成長戦略を主張するものが、おそらく800ぐらい、どれぐらいのベース金利が、どうぞ、政策見るとして指定されていますが、結果としてどうだったかということを見れば、説明するまでもなく、この30年間はやはり相対的に日本は、ビハインド、遅れを取っているということになっちゃいます。従いまして、今度こそということを何度も使いますけれども、DX、GX、またその4つの柱というのも多いのが賛成です。ですが、今度こそ執行、実現、アウトカムにですね、こだわった。そしてそれと直結した KPI を設定し、その KPI を定期的に国民にも説明する、BDCA を存在性高いとして、回していただきたいと思います。大企業と中小企業に関わりお話しあります。どちらもイノベーションが必要ですが、あえてそのイノベーションについて、だけすごく申し上げると、大企業であるということは、自身の企業の事業をですね、新陳代謝、つまり、収益性の落ちた、あるいは幸せのない事業を、切り出していく、売却する、あるいは閉じる。一方で、その企業が大企業になってですね、スタートアップの M&A を進める、ある企業の中でイノベーションを活性化させる。そのために外部人材を積極的に取り入れる自社の人材が演出することについて、むしろそのためだというか、応援する、仕事するという、新陳代謝といいます。中小企業、中小企業についてもいろいろ言われてますけども、なんといっても、上水中間層は中小企業であります。数字についてこのものを述べるわけないんですが、日本ではどうすると中小企業より弱い、あるいはその、フリーエクトの集団と言われらっしゃるんですけども、実際そのことないと思っています。中小企業のためにですね、元気がある中小企業が持たれたので、そういった企業にガッツ、アニマルスピリッツをもっともっともっともらうために、中小企業を強くする、その競争力をつける、世界に欲していける中小企業を作る、そういった観点での中小企業政策を、ぜひ、私の民間を入ってですね、政府が取り組んでいただきたい。いずれにしましても、最後の人材です。日本に多くここまでの人材の人材、これからの人材は間違いない。ただ、人口が減っていく中で、やはり人材については、その価値が必要な人材がますます変わっていくとすれば、その人材をいかに育てるか大切です。
今まで以上に広がっています。そういった意味では、世界をリードする人材を育てる、ギフティングというでしょうか、そういった人たちを探し、尽くし、育てる、また、チャレンジで失敗すると、何度でも応援して、チャレンジさせる仕組みを作る、こういったことをですね、人材ということをとにかく手を収めても、国を考え、企業を持てるようになるということを、2023年は中心に据えて、新しい資本主義というよりは、僕らは生活者、共同社会の実現に向けて、経営者一人一人のイノベーションの宣言の中に、それを含めていきたいと思っています。それでは、年度展開に関するご質問を受けたまわります。中西さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。その変化を選択というところを際どかなと思いまして、来年は賃上げが、企業が主体とかというのがありますけれども、賃上げが非常に重要な仕事だというふうに、なるんではないかと思います。このあたりについて、賃上げの持つ意味もある変化を思い出していて、ガスを長引いていた、とかインフレの時代に入ろうとしている、またね、その賃上げの時期になりたいことを伝えたというのがあると、またそのまさに来年の景気がどうになるかというのを合わせて、景気に伝えたいと思います。こちらも難しい質問ですが、難しい質問というのは、多分今の話しますと、仕事のところに仕事を聞いてもらえると思うんですけども、先日、同僚会の各社の社長と意見交換したので、私の受け取った感じとしては、80% ぐらいの社長たちが、やはり賃上げ強く言っていますから、今度、賃上げが起きるんです。で、じゃあ、その水準はと言われると、前から申し上げているように、業界まちまち、業界の中でも企業にまちまち。すでに中間決算の上の見通しで、市場最高値を出しそうだというところも、出てくるんですが、そこはおそらく 5% というのはそんなに難しくないと思います。逆にそうじゃないというところもあるので、そこについて、目標水準に示していくというのは違う。だから各社各業にその社長が足元を見ながら、ただ考え方としては、このインフレに戦っていけるだけの、できる限りの支援をしたいということで、ただ、経済という点について言えば、2022年に起きたですね、さまざまな学生要因、コロナの不具合、その結果として出てきた、あるいはサプライチェーンの根詰まりから来るインフレーション。そして、コロナ対策についても中国という、各国要素がこれほど変わらない。ここに来て、日銀もですね、利上げじゃないとおっしゃるんですけども、少なくとも世界の金融、中央銀行と足並みを揃えるじゃないでしょうけども、真反対のところではないで、結果としてそのマーケットは利上げというか返してくるというわけですから、これがやっぱりまだ十分に回復しきっていない日本の経済、各経済主体なんですね。プラスの存在。そういうことを考えると、いろいろ全部ひっくるめると、今年ぐらいで23年か、今よりもプラスに働く領域ってあんまりなくて、あるとすると、国内でおそらく溜まっている貯蓄がですね、消費どれくらい来るのか、変わるか。それから、依然としてまだ、比較的元気があるというか、成長を認めるという点では設備投資になりますけども、これも中身をよく聞いていくと、やはり今までスピードだった設備投資を、ここに来て一気にやろうと思っているので、5年10年先を見ての設備投資というのはたくさんあるというと、そうだと思います。つまり、2023年は29年だと決して笑いようではないが、世界経済は日本よりもっと厳しくなるかと言われているので、存在的には変わっているんですよ。これをどう、活用するかと思います。なので、慎重にではなくて、なので、まだ日本経済が、安全
全に経ってない、逆に言うと、まだ成長の時があるときにですね、投資をする、イノベーションを起こす、元気をつけるということで、マインドをやっぱり変えていくというのは非常に大事です。最初だから染みついたあのマインドをするとですね、取引にやるぞ、行くんだ、頑張れと、簡単にいかないと思うんですよ。でもやらないと。なので、政府は特に総理にそれを返したいし、こういう国を作るぞと、みんなついてきてくれっていう、そういうリーダーシップを私が期待したいと思いますし、大切な方を申し上げてくれましたい。経営者は経営者の時代に来たイノベーションを我が社に加えて起こすことを、まあ、これ言ってしまったら、やらざるなくなる、そういうふうにしてくれてしまう。ちょっと抽象的ですけど、ありがとうございます。本日の朝新聞ですが、阪神新聞しようと思いましたが、時間の制約があるんですが、もう個別に勝手さんが合わせるので、伝えられます。僕は大丈夫です。あ、そうですか。じゃあ、一つだけ、今ほど最後に坂田さんおっしゃった、30年間のマインドって、そう簡単に回らないみたいな、そこなんですけれども、日本って外圧で変わってくることっていうのが、まあまああったわけですが、この局面、そのマインドセットを変えるっていうのは、もう経営者の覚悟を保持でしかないものなんでしょうか。どういうふうにやれば、マインドセットが変わるとお考えですか。これはね、もういろいろあると思うんですけども、皆さん方にもお願いしたいと思ったのは、日本ってすごい国だっていうことをですね、事実を言ってくれればいいので、それはぜひ、それが皆さんに分かってもらうという、まあ、そういった方法をお願いしたいなと。例えば、世界の その平和指数という点で見れば、日本をベスト3に、まあ、他国をどうもするとありませんが、例えばアメリカは130だと思いますし、中国はそれはさらにそうした。経済の規模という意味では、それは通じてするつもりはありません。あるいは、もうちょっとそのソフトな点で言うと、ミシュラン、ショックですね、ミシュランの星をつけてるというか、星がついて1位が東京、2位がパリ、3位が大阪で、4位が5位が京都まで、圧倒的に高いです。その他にももちろん、安全というか、日本内部でも日本の素晴らしくない、ブランド指数にとっても確か世界3位くらいになります。つまり、悪いところも課題もたくさんあるんだけども、すごいところもたくさんある、そのすごいところって実は、各国は簡単には実現できないのかなと思ってたということを僕からずっと言い続けようと思ってますし、ぜひ皆さんにお願いしたい。もちろん、だからといって、ミートが挟むので心配しないで、今より行くわけじゃない。大きな課題もあるので、その課題をどこに取るかということで、ここはやっぱり一応重要だと思います。で、理由だけじゃダメなので、例えば、賃上げという、人事制度を変えていく、イノベーションを起こしていく、社会課題を解決する企業は、日本にこんなにたくさんあるということを示していく。世界に冠たる商品をまた出していく。まあ、かつてのその、ウォークマンでもいいし、焚き火でもいいですし、カップラーメンでもいいですし、例えば世界がびっくりするようなワオってやつをですね、やっぱり企業を出してる、そしてサービスの中でも出してる、こういったことはやっぱりやるのは、やっぱり何て言うか、民間企業、それみたいな国民とか、規制会社もやるじゃん、日本は次々になってる、ちょっと余地かもしれないけど、結構そういうシンプルなところが必要だと思います。あまり2人合わせて賢くて言わなくていいと思ってるんですけど、すいません、どうだろう、目がすることないです、よろしくお願いします。ありがとうございます。勝さん。はい、お願いします。読売新聞の記者です。読売新聞の記者です。スタッフの関係で、初版では企業の水準対策政府の方の経営者保証を来年から外すという話が出たりとか、IPO の仕組みっていうのを変わってきたりとかですね、スタートアップに関してその環境整備っていうか、ずいぶん環境整備自体は随分進んできたという印象が出てるんですけども、まずその辺の評価はどう見てらっしゃるかというと、続けてもいいんですか。はい、じゃあ、これから先、より一層そのスタートアップ、新陳代謝を進めるために、その政策をというのは、
を引き出すような政策をっていうふうに所管の触れられてましたけど、今後じゃあどういうその政策がこれをさらに進めるためにどういう政策を必要とするかになってらっしゃるのか、合わせて、まあ、その政策で引き出されるところもあるかもしれないんですけども、今のさっき青木さんの質問とちょっと重なるんですけれども、じゃあそもそもそのマインド、こうスタートアップをやっていこうというマインドでどうやって引き出されるのかという、その辺も合わせてちょっと教えていただきたい。大変重要だと言わせる難しいですよ。全体のところについては、まあ、政府は、まあ、いろいろとサテルエクレンフィールということで、だったことについて私を聞きますが、これ追いついた時間だけど、韓国よりも早くなるわけで、まだまだサテルエクレンフィールについては、例えば上場益についても、社会保障益についての課税であったり、あるいはそのこうクリスパレンスやオンサインについても、いろいろと細かいことも多いですし、リノベーションについて具体的に当然当然とか、まあ、例えばあのこうドローンの実験についてもあったりとかあります。が、要は何言いたかったんですか。欧米先進国や中国と言われてもちょっともっと別だと思うんですよ。やっと追いついてきたという点において追いついたんだけです。追いついたんだからやればって、そうはいかないということでして、長い間相当強されていたもの。今後まだ残っているものが突然、時間がかかってくる可能性があるんですよ。規制についてですね、規制改正で、たまに時間がかかってくるとすると、おそらくこれから資料をやろうとしてですね、いきなり海外に行った方がいいと。日本でゆっくりと上場するよりは、あるいはスタートアップするよりは、だったらもう仕事前に行くか、あるいはその新設でやるか、シンガポールでやるかっていうことにならざるを得ない。ので決してこれでもうしっかりやってくれると構わないと思います。じゃあその日本でわざわざやろうとするのは何か、日本の方が有利な環境になると思います。例えばさっき言ったように日本は非常に安心安全を含めてソフトパワーを持っているとすると、新しいサービスに対して非常に何て言うんでしょうね、厳しい面を向けるのは日本の周りだとすれば、日本で成立を成功したサービスのスタートアップは海外で確認成功する可能性がある。こういうところについては積極的に促していくと思います。で、じゃあ何さんの問題はというと、人材と資金になるんですけども、人材については、まあ、マインドセットを変えなきゃいけないということで、これは小学校の頃からですね、教育から始まって、やっぱりその、教えられるものをしっかり覚えて、答えのあるものをできるだけ早くつけていくみたいな、だけどそれになったら、よくわからない。非常に時間がかかります。でもやんなきゃいけない、今すぐ。僕らの生活者、競争社会の動画の中で、教育について見ていたと思うんですけど、小学校の女の子が、飛び級っていうのを使ってるから、大好きな人は、大学生の人たちと一緒に勉強してる。でも、ずっとやっちゃってる時期があるんですよ。ああいう人をみんな笑うんですよ。いいよ、お前ら、早かった。こういう人になるんですよ。じゃあ、早く飛び級制度をどうやって入れるかというと、さすがないといけないし。これは、英語についてもね、授業で話すことがすごいいいもんだと思うんで、どうなんだ、僕なんですか。アナウンスにすればいい。やっぱりどうなんですか。英文学や、それを哲学でやろうとした人は別にですよ。でも、道具として使うんだよ。文法がはっきりどうでもいいんで、数字はいいってことを早く子供たちに覚えると思わないと思いません。とにかく使えないで使うんですよ。そしたら子供たちは日本語と英語ちゃんととかですね。それから若い時に自分たちが決めることを覚えさせるとすれば、まあ、ドイツがやっているように今度の運動会はどうやって来るというものですね、生徒会に決めさせる、あるいは PTA と学校と学校の先生と親たちと生徒たちが集まって決める、そういったようなことをやりながら、若い子子どもたちも自分の責任で選択してやっていけば実現するんだと思います。いっぱいでも早く別に日本らしくない。日本らしくというのはアメリカで例えば授業が終わったら、その掃除して帰りましょう、なんで指じゃん、ちゃんと。日本の子たちはそういうこと、日本語答えちゃんと言います。
ワールドカップで負けてもそうしてまいりました、ね、ああいうスペシャルって世代中は感動するわけですよ。こういったいいものを残していって、どうが遠くみんな違ってもいいの、君はこの一番、あなたはこの一番、もうどんどん私は必死をつかされる。そして我々は高校を卒業して授業、この授業ビジネスを起こせばいいんですよ。誰もなんか行かなくてもいいの、小林の感じですよ。やりますね大学行ってもしょうがない、行かなかったら、やっぱり当然フランス通からなかったら、行ってないですよ、何も学ばなかったんですよ。多分ね、そういうことを言う人が大学行ったんで、スティーブ・ジョブズたち感動してるんですよ。というのことだと思います。これ要するにダイバーシティで、僕は僕、私は私、僕の価値観で生きていくんだと、それをする社会、もうそろそろやっていいんじゃないでしょうか。家庭でやる、企業でやる、官庁でやる。例えば、その特徴のあるためには、必ず民間企業を3年以上経験しなきゃいけない。そういうことはないんだと思います。多くですよね。ワイドセットと違うから。新聞の岡部です。まあ、新人会社の話で、スタートアップの育成というのはよく注目されるテーマですけど、一方でその成長力が乏しいような企業をどうやって排出させていくのかという議論は あまりこうなされてないような印象もあるんですけど、その排出をどう促すかということについてどのようにお考えでしょうか。先ほどのご質問のスタートアップ会社だったんですが、一緒にお答えさせていただきますけれども、スタートアップについてですね、やることがいらないといけないことは、これは日本においては特にそうなんですけども、やっぱり大企業の役割というのは大きいんです。役割というのは責任というのかもしれません。よく言われるのは、大企業とアライアンスを組んで自分たちの技術の方法を提供したら、あれっていう間に契約書ができていて、中身は全部持って帰ったんだと。そんなじゃなかったですよね。いやいや、そうだとすると、もう資金が持てない。本当に起きたのかもしれないけど、分かりませんが、ちょうどその、親から下請け、孫請けみたいな形の関係が、大企業とのスタートアップのように起きている可能性があるんですね。これは、もしそうだとすると、こういうものが、オープンになるように仕切りたいです。オープンになる。外に出ていってしまうと分かるようにしてパートナーシップ宣言じゃないけど、まあ、スタートアップの間にもそういうものが本当は必要なのかもしれない。ただそれは結局規制の話なので、そういう企業とは組まないという、スタートアップ、あるいは大企業も本当にいいスタートアップをしていれば、やはりベアが契約、あるいは買い取ってですね、あとは自分で指示するんじゃなくて、例えばそこの従業員全員、あるいはスタッフのトップが主要な人たちと一緒にということの、やっぱり M&A をしっかり進めていくことによって、まあ、どういったんでしょうか、まずいわしという例がないですけど、違う異物を取り込むことによって、自らの関係のためには、大企業がイノベーションを起こすために、M&A をした中でまずは作るんですけど、非常にいいこと、これやるべき。中間半端にって言われるのは、小さなところで、相手をしてですね、でまあ、なかなか通訳遅れてるから、増えないで、リフォームが、送るのがないということをやるんだよ、大企業の資金力、人材と、そしてスタートアップという、強い DNA ですね、イノベーションを取り組む、これはとても重要です。それから、台数の話になるんですけど、ネガとポジティブって書いてあるんですけど、僕はポジティブに捉えるわけで、台数なんです。何しに何が言いたいかというと、日本の台数を占める分厚い集団層の中心にある中堅中小企業が、今後その世界に落ちて成長していく競争力をつけるために、こういう条件がなきゃいけないということを議論している。マーケットもやっぱりその企業を知る、本当にその仕事をしている。結果としてそうじゃない企業については、まあ、
しざるを得ない状態にしていくというのが一つ。その一つとして、それを促進するというか、まあ、決断してもらう、どこかで主な、あるいは中小企業の社長に決断してもらうために、税制、あるいは融資とかについて、延命と捉えるないと捉えるようなものを、というだけにされていくと思います。結構ですね、あるいは地方に行きますと、大変優秀な中小、中堅中小企業があります。万端についている。そこでやっぱり皆さんが苦労してもらえるのはやっぱり貢献者なんですね。まあ、理想的には創業者は自分の孫につないでいきたいんでしょうけども、必ずしも、当該に後継者が、やりたがっている限りは、やりたがる人材的にマッチしないとか、外が求めていないと思うんです。なので今、地銀の新規の方々が苦労されていますけど、ここはやっぱり大企業は大いに貢献することができると思います。大企業さんが偉いとか大きいとか、そうじゃなくて、もう人間よりは大変救急としているところがたくさんありますので、そういうところこそ、自らの開発さらにイノベーションのために、中堅地中企業を出すことになっている。やっぱり意思を自ら出したということですよ。いずれにしても、こういう企業は大切にしないと、こうしないと生き延びていけないということを、積極的に条件を具体的にしてほしい。ということは大きいと思います。はい。日本放送は誰かと申しますが、これほどの質問にちょっと聞いてくることもあると思うんですが、ちなみにですね、国内投資拡充の機運というのが高まりつつありますが、ただ国内投資といってもですね、まあ、唯一の話に僕はお金を投じればいいというものではなくて、これさえも一つのビジョンというものが必要になってくるわけなんですけど、そういった中で国内投資の在り方について何かお考えになりましたら、一つは経済安全保障というか、当社の観点からの国内投資というのがあると思います。それから海外からの法人代理 FDI ですね、直接投資を回すというの国内投資を含めて国内投資が前者について言うと、むしろ海外から投資が入るので、何がその経済安全保障、あるいは安全保障について必須の責任なのか、必須の技術なのか、サービスなのかと、具体的にはこれから詰めようとしてますけど、それについては、まあ、死ぬもらいますと言うんですけど、政府がやっぱり、温度を取って、場合によってはインセンティブをつけてるんですね、国内に投資をするということですよ。おそらく、それはそんなにたくさんあるのではない。今のご質問は、そうではなくて、一般的な民間レベルのですね、投資、純粋な民間レベルの投資というのは、やはり日本が得意なもの、強いものができないので、それを頻繁に投資する。もう円安だからというのもありますけれども、海外から見て円安って確かそうですが、海外から日本に投資するときに、円安だから投資しようというのは、どちらかというと、もともと投資しようと思っていたんですけど、ここに来て円安が来たので、より勢いよく投資しようと、もっと早く大変なことになってくるというのがあると思います。日本の政府って何なのか、魅力って何なのかということをですね、やっぱりもう一回点検するしかない。具体的に言うと、やっぱり日本の最大の、GDP の7割を占めるのはサービスですから、そのサービス部門において、海外からの適材はないのか、まあ、例えば宿泊、旅行、あるとしますね、それから、多くのスタートアップから成長した企業は日本に来たわけです。それはやっぱりデジタル、IT 企業ですね、日本のマーケットを、そういう意味じゃ投資が来る、投資しやすくなるようなマーケットを作るということが効率だと思いますが、そのバリアというのは、どちらかというと生成、よりは予見可能性というところの投資のためにいきますよ。民間の国内の企業、特に今回の円安で言うと、円安で、大変為替犯罪が起きていると、多くの利益を出していると、この方々については、端的にはいろいろあるんですけど、やはり抽象的に見て、どこに投資したらいいかということを考えた中で、投資していると思います。
自然体で行った時にですね、これまでの日本の企業がやってきたサプライチェーン、それと東京のそのプロフェッショナルっていう地産地消の中をですね、大きく変えるために変えるようなことは簡単にいかないんです。むしろ、そういうのも日本はここで強くなるというのを、クラウドデザインの中でもそうですし、まあ、GX、あるいはその、DX が示されている。そこにやっぱり、日本国内からの投資を積極的に回すしかない。これほどの機種の投資はないと思います。大体ないのはやっぱり僕はサービス産業です。サービス産業について言えば、もっともっと海外から、この価格でこのサービスで使うってことが相当あるんですよね。ちょっと言葉を選ばずに言いますと、お互いに潰し合うような競争を見えてなく、価値に見合った価格をむしろ積極的に展開し、売っていくと示していくということで、国内、まず外国からの人たち、市場を築いて、そして国内でもそれが広がれる、価格が上がっていく価値になった、これはとても大事なこと。